ヤマンタウ山は、ウラル山脈にある山である。ロシア連邦、バシコルトスタン共和国、ベロレツキー地区に所在する標高1640メートルで、南ウラルで最も高い山である。アメリカが、この山の地下に、ロシア軍の秘密基地があると推測していることで、有名である。バシキール語で、魔の山、もしくは、邪悪な山を意味する。沼や岩場が多く、牛の放牧に向かず。 熊も多く生息し、ここに行くと、馬が死ぬと信じられたからだとされる。アメリカは、北600キロメートル先にあるコスビンスキー山とともに、ロシア軍の秘密各施設、エンタイ号であると推察している。アメリカの衛星写真は、ソビエト連邦の崩壊後と1990年代後半に、大規模な掘削を行っている形跡を観測している。ビロレッツク -15 と。 ビロレッツクマイナス -16 のに駐屯地が建築に関わり、さらにアルケのマイナスにも関わった可能性がある。これらの駐屯基地は1995年に閉鎖とし、メジゴーリエに統合され、駐屯地にはそれぞれ3万人の労働者が収容され、大規模な鉄道が運行しているとされている。ロシアはこの疑惑に対して採掘上、ロシアの宝物庫食料保管所、 核戦争時の指導者用バンカーであると繰り返し、行われる質問に異なる回答をしている。1996年の質問では、ロシアの安全を高めるためのものであると回答している。ありがとうございます。